404号室を借りたいのだが、そのおかしな奴は言ったんです。妙な注文を出すお客様はよくいますが、この方はその中でも注文も外見もとびきり風変わりだったんです。顔はって言うと浅黒くて背はひょろっとしている。声は無理やり絞り出しているようなかすれた声でした。おまけにこの暑いのに全身真っ黒なコートを着込んでいるんですね。何度も説明いたしました通りですね。このビルには404号室は存在しないんです。縁起が悪いとオーナーがおっしゃってましてね。こちらをご覧ください。と言って私は見取り図を見せました。403号室と405号室の間には部屋はありませんので。これを説明するのは何度目だろう。知ってる。404号室がないのは知ってる。でも借りるのだ。どういうことだろう。いたずらか？それともどこかの暴力団が因縁をつけに来たのでしょうか。冗談じゃない。何度も説明した通りですね。ないものはないので貸しようがないんですよ。それはわかっている。金は払う。そちらは404号室を貸すという書類を作って私と契約してくれればそれでいい。部屋はなくてもいいのだ。これはもうダメだ。私は堪忍袋の尾が切れてついつい声を荒げてしまいました。おい、あんたいい加減にしないと警察を呼ぶぞ。冷やかしならさっさと出て行けよ。騒がしくなってきたことに気づいて、所長が事務所の奥からのっそりと出てきた。向かっ腹が立っていた私は、所長に今までの経緯をまくし立てました。事情を聞いた所長は、お客様、詳しい話をお聞かせ願えませんでしょうか。と言うと、今まで私の座っていた椅子に座り、その妙なお客様と話し始めました。あ、申し訳ないが、君は席を外してくれないか。まあ所長の好きにさせましょう。きっと手に余るに決まっています。ない部屋を借りようだなんてバカな話は聞いたこともない。私は事務所へと退散すると、所長がいつまで我慢するのか見てやろうと聞き耳を立てていました。いや、うちの者が失礼いたしましたなどと所長が謝っているのが聞こえましたが、やがてひそひそ声しか聞こえなくなりました。いつ所長が怒り出すかと30分ほど待ったでしょうか。ついつい眠気がしてきまして、うとうととしていましたところ、おい君、話がまとまったぞ、所長に声をかけられたんです。このお客様に404号室をお貸しする。え？何を言っているんだ所長は。この夏の暑さで気でも狂ったのでしょうか。でも所長、ないものをどうやって？いつもの通りだ。書類を作って手続きを取る。お互いに404号室については納得済みである。何の問題もない。大ありじゃないですか。オーナーには何と言うんです？さっき確認を取った。家賃さえ払ってくれるなら細かいことは気にしないそうだ。めちゃくちゃだ。役所には何と？ない部屋なんだから報告する必要はない。黙っていればいい。それでも所長か？問題はすべて片付いたようだな。では書類を作ってくれ。金はここにある。その黒ずくめの男が陰気な声で言って、手元のカバンを開けると札束を取り出しました。はい、直ちに作りますので少々お待ちください。ほら君、早くして。上機嫌の所長に言われて、私はしぶしぶこのバカな話に付き合いました。書類を作る奴にサインを求めます。
あれ？奴は手まで真っ黒だ。妙な筆跡で読みづらいんですが、名前はニャルホテップと読むんでしょうか。そして手続きが終わると、では邪魔したな。これから引っ越しの準備があるのでこれで失礼する。そいつはそう言って事務所から出て行きました。所長、おかしいですよ。どう考えても。変な犯罪に巻き込まれたらどうするんです？変でも変でなくてもいいんだ。金を払ってくれるんだから別にいいじゃないか。ない部屋を借りようなんてよくわからんが、まあ世の中にはいろんな人がいてもいいだろう。でも引っ越しとか言ってましたよ。どっかの部屋に無理やり住み込まれたらどうするんです？そうしたら追い出すだけさ。貸したのはあくまでも404号室だ。404号室ならいいが、それ以外はダメだ。それから1週間後、退去者が出るので九段の貸しビルへ明け渡しと現状の確認に訪れました。1週間前のことを思い出して、4階の様子も見てみようと思ってエレベーターで4階に行きました。そこには404号室がありました。ああ、例のやつがどこかの部屋に無理やり住み着いて部屋のプレートを書き換えているんだろう。ほら見たことか。所長め、やっぱり厄介なことになったじゃないか。ベルを鳴らすと、九段の真っ黒なやつが部屋の中から現れました。ああ、こないだの方か。何か用かな。おい、あんた何やってるんだ。借りるのは404号室をという契約のはずだぞ。見ての通り404号室だが、何かおかしなことでも？ふざけるなよ。そういうことをすると警察の厄介になるぞ。早く荷物をまとめて出て行け。残念ながら君の考えているようなことはしていない。よく確認してみたまえ。そう言われて私は4階の部屋の数を数えた。見取り図では401から405まである。そのうち404号室は存在していないわけだから、全てで4部屋になるわけです。部屋が4つだからドアも4つ。単純な計算です。しかしドアは5つありました。わかったか。そういうわけだからお引き取り願おうか。そう言ってドアが閉められました。しかしどうしても納得がいかない。それで私は他の住人に事情を聞いてみることにしました。401号室の住人。え？404号室はなかったんじゃなかったって？そういえばそんな気もするけど、今あるってことは最初からあったんじゃない？402号室の住人。404号室ですか。確かに最初はありませんでしたよ。いつの間にかできて人が住んでるみたいですね。ちょっと変だけど、まあ特にこっちに迷惑がかかるわけではないし。403号室の住人。お隣さん、引っ越しの時に挨拶したけど別に普通だったわよ。405号室の住人。隣の方ですか。黒ずくめでかっこいいですよね。俳優さんかしら。一体どういうことでしょう。他の階に行ってみると、すべてドアは4つでした。4階だけ5つあるってことは、404号室の分だけどこかから湧いて出てきたってことになるじゃないですか。そんなはずはない。念のため管理人にも聞いてみることにしました。
管理人。404号室に引っ越すって言ってきた時は、なんかの間違いだと思ったけど、あの人と一緒に4階に行ったら本当にあったね。びっくりしたけど、世の中はいろいろあるからね。書類もきっちりしているし、オーナーも承知だし何の問題もないだろう。何か変わったことはないですか？お客さんが多い人みたいだよ。妙にのっぺりした顔の人が多いね。前に仕事を訪ねた時があるけど、相談所なんかをしているみたいだよ。お国の人の悩みを聞いてあげてるそうだよ。隣の部屋の奴らも管理人も、もっと不思議に思ってくれよ。そう感じました。都会人が他人に無関心というのは、本当らしいですね。腑に落ちなかった私は、もう一回四階に行って、九段の部屋のベルを鳴らしました。またあなたですか。いい加減にしていただきたいな。ちょっと部屋の中を見せてくれないか？断る。私は金を払ってこの部屋を借りている。あなたに勝手に入る権利はない。もちろんその通りです。しかしどうしても我慢できない。無理やり中を見てやろうと、奴を押しのけるように部屋に入ろうとしました。その時、ゴツンと何もない空間に手応えがありました。え？何もないのにまるで防弾ガラスでもあるようです。部屋は用もないものが入ることを許さない。私は管理会社のものだぞ。だからといって無断に立ち入る権利はない。その通りです。奴と問答しているとエレベーターが開いて人の声がしました。404号室は？あ、ここか。あ、どうも、こんにちは。ご注文のものを届けに来ました。待っていた。この部屋だ。運び込んでくれ。はい、わかりました。そう言うと宅配業者は、私が弾かれた空間を何の抵抗も受けずに、部屋に入って行きました。おい、どうしてあいつは入れるんだ？彼は荷物を届けるのが仕事であり、故に部屋に入らなければならないからだ。筋は通っている。なんとか私も用事を考えようとしましたが、一向に良いアイデアが思いつきません。これ以上ここで問答していても、拉致が明きません。私は退散することにしました。しかしそれから仕事も手につかなくなりました。君、最近ふわふわしているがどうかしたのかね？ある日所長から声をかけられました。あ、実は、と今までの経緯をすべて話すと、それはいけないよ君。お客様のプライバシーに踏み込むようなことはしちゃいけないな。でも奴は住んでるんですよ、404号室に。確かに不思議だが、しかし家賃はしっかり払ってくれている。管理会社としてそれ以上何を望むんだね。妙だと思いませんか？思わんね。なんで？金は払ってくれてるからだ。お客様に迷惑をかけたりするようなことがあれば、君の査定にも影響してくるぞ。さあ、くだらないことを考えてないで、しっかり働け。くだらない？くだらないことか？所長も管理人も他の住人もどうかしています。しかし、ついに私の疑問も解ける時が来ました。あれから1ヶ月後。ああ、君、こないだの404号室の方が退去されるそうだ。明け渡しに立ち会ってくれ。なんという行幸でしょう。これはケチのつけようがない立派な用事です。退去するとは残念ですが、必ず種を暴いてみせます。くれぐれも失礼なことはするなよ。404号室のベルを鳴らす。いや、入らせてもらうよ。ドアが開くや否や足を踏み出す。
今度は弾かれることもなく、すんなりと部屋に入れました。早く確認を済ませてくれないか。私はとうとう入れた部屋の中をじっくりと確認しました。何かおかしなことはないか、どこか妙なところはないかと必死に探しました。しかし、小一時間も探したでしょうか。何一つ妙なところはありません。ごくごく普通の部屋です。参った。高三だよ。一体どうやったのか本当に知りたいんだ。教えてくれないか？何のことだ？この部屋だよ。どうやって一部屋分余分に作り出したんだ？私は何もしていない。契約だから部屋ができた。契約終了と同時に部屋は消える。もう確認は済んだだろう。私は帰らせてもらうが、あんたはどうするんだ？すっとぼけやがって、何が契約だよ。うまいこと言いやがってきっと何か秘密道具でも仕掛けてあるんだろう。何が何でも探してやる。ああ、いいとも。確認は終わったよ。綺麗なもんだ。一緒に帰らないか。こんな薄気味の悪い奴と並んで歩くのなんてまっぴらだ。では、お先に。そう言うと、奴は部屋を出て行きました。奴が帰った後もひたすら部屋の中を探ったが、何もわかりません。気がつけば外も薄暗くなってどうやらもう夕方のようです。一旦帰るか。私はドアを開けて帰ろうとしました。が、ドアが開きません。鍵をいじくっても開きません。嫌な予感がして窓を開けようとした。これも開かない。ベランダにも出れない。と時計を見る。午後3時。なのにどんどん暗くなってゆく。外から歩く音がする。4階の他の住人が廊下を歩いているようだ。ドアを叩き、おい、開けてくれ！と叫んだ。住人は全く気がつかず通り過ぎる。そもそもなんで外が薄暗いんだ？今はまだ昼の3時なのに、なぜ暗くなる？外を見ると今までの光景と全く違っている。今まで外に見えていたのは普通のどうってことない街並みです。なのに今外には何も見えない。真っ暗な空間がぽっかりあるだけだ。それから半年が過ぎました。奴の言葉が思い出されます。契約終了と同時に部屋は消える。もしかすると、部屋は消えたくないんじゃないのか。契約終了ってことはつまり、私が現状を確認してこの部屋を出て行くことです。つまり私がこの中にいる限り、この部屋は存在できる。部屋は私を死なせたくないようです。備え付けの冷蔵庫の中にはいつも食料がたっぷり。どういう仕組みか水も出るし、電気も通っています。ここから出たい。私は一生このままなのだろうか。